英傑信玄上洛の途に病死すか。影武者をとて我が死は隠せ。きっと上洛すべ。親方様、親方様。なんてな。敵の忍びは信玄公の死を告げるべく行っちゃいましたよ。さすがです、親方様。これで軍を返せば必ずや信長は我らを追撃してくるでしょう。一つ聞いてもいいですかね。うん。素直に上洛して括弧撃破すりゃいいのに、なんでこんな茶番を。これは信長だけとの戦にあらず、最強の信長鉄砲軍団を打ち破ることで他を戦わずして屈するのじゃ。あと一気に型をつけたかったからじゃな。面倒だし。うん。